はい、アラメモの114回、はい、その4。721、4。724、なんか語呂があるんですか？なぁ。オナニーしてるよ。なんか微妙にかかってないですけどもね。ん？オナニーしてるよ。はい。なんで片言のなんか外人みたくなっちゃってんですか？あんなにしてるよ。それでは参りましょう。ロガナガズの原宿メモリアル。はい。はい。してますか？してませんよ。嘘。してますよ。してませんよ。してますよ。してませんよ。そっちでもいいですよ。そんな日々を繰り返しですよ。最近あのスティッカムで、はい、オナニーしてるんですか？捨てるわけないですよ、スティッカムで。はい、スティッカムで野川くんの下ネタがひどいって最近ちょっとチャット書かれてましたよ。どうも皆さんこんにちは、野川です。女性もいるんですから。なんだろう、こうメールアドレス送っていただいたらぜひお会いしましょう。はいはい。というわけでございまして、はい、その女性とかけまして、はい、女性といえば、はい、何ですか？女性といえば、すごいかかってないじゃないですか。漠然としてますが、女性とすれ言えば。女性といえば何ですか？女性といえば、電車。電車？意味わかんない。女性占領車両の話をしたいなと思います。女性占領？女性専用車両の話をしたいなと思ったんです。はい。野川くん、そういうの好きそうだね。そういう。あのね、はい、あのね、朝方と夜方、はいはい、あの通勤時間帯ですか、朝9時ぐらいまでと夜の8時から10時ぐらいの間ですか、はい、電車のなんか最一番前か一番後ろ、女性専用車両ってあるじゃないですか。ああ、最初とか後ろってより真ん中らへんじゃないの？真ん中ですか、僕分かんないんですけど、うんうんうん、で僕、基本的にこの時間帯、電車乗んないんですよね。ああ、はい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 。もっとと遅いんですよ。まあ、昼とか、うん、夜中とか乗ってるわけですよ。はい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 、普通、一般的な方だと6時間ぐらいずれてる感覚ですので。はい、でですよ、なんだろう。たまにお昼とか朝とかに乗る機会があって、はい、で、ほら、ホームのところに女性専用とか書いてるじゃないですか。書いてますね。6女性専用みたいな。うんうんうん、なんだこれはと。うん、乗ってダメなのかと、うん、俺女装すれば乗れんのかと、うん、常日頃から思ってるんですけども、うん、いいんですか乗って。僕はいいんじゃないですか。あ、いいのか、うん、解決ってなわけないと、うん、ないないない。なんかどっかのその何、男性女性男性差別だとか言ってる人がさ、うん、なんか堂々となんかこう乗って怒られてんですか。そうだ、あれなんで必要なんですか、あれ。さあ、まあ痴漢対策なんですかね。やかましいな、誰もこんな車両に乗る女触んねえよって話でね。そんなこと言っちゃいけませんよ。自意識過剰のバカ女めって思うんですけどね。まあ、不思議なのはね、女性専用車両があって、はい、その隣の車両に誰か女性が乗っているじゃないですか、うんうんうん、そっち行けばいいのにって思うんですけどね。だからやっぱりなんだろうな、それに乗りたくないわけですよ。私こんなに乗るほど落ちぶれてないわよっていう。まあ時間帯もあんのかな。うん、まあ痴漢される気持ちっていうのはわからないからね。うん、でもたまに地上に出くわす男の子もいますけどね。ああ、そうなの。なんか何ともできないらしいですよ。そうかもね、びっくりしすぎて、ね。あ、野川くんが前年始乗ってさ、はい、股間をこうさ、はい、触られたらびっくりするでしょ。ウェルカムって言いますよ。ウェルカム。イェーイェーモアモアモアって。まあそういう人には一生気持ちがわからないですよね。わからないと思うんですけど。でもなんだろう、これ、必要なんでしょうか、果たして。まあ私は割と、うん、まあなんかどっちでもいいって感じですけどね。あんまりそんなにこだわり持たずってことですか、うん、別にそんなになんか不利益こむってるって感じもないんで。うん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 、うん、まあそれで女性の人が納得っていうか、まあ収めどころになるんだったらまあいいんじゃないか。例えばまあ、うん、この時間って結構混む時間帯じゃないですか。はい。でこの女性専用車両は混んでるんですか、空いてるんですか、これは。
いや、女性専用車両も混んでるし、普通の車両も混んでます、ね。あ、両方混んでるんですか、うん、たまにじゃあ男性も紛れ込んでたりするんですか、女性専用車両に。紛れ込んでないでしょ、さすがに。へぇ、うん、女性専用車両も混んでる。うん、混んでると。そこで痴漢が起きてるんですか、やっぱり。女性専用車両の中で、うん、通例な方がこうやって。まあ、それは分からないですけど。ヒヤみたいな。まあ、そんなにないでしょ。ない、うん、あ、そうですか。でも、なんだろう、この、女性専用車両があるなら、まあ、こう、フェミニスティックノガウチとしましては、はい、男性専用車両も作れと。はいはい、その話必ず出ますね。思うんです。で、実際なんだろう、フィリピンだったかタイだったかで、そういう女性、ある意味こう別紙じゃないですか。うん。ね。特別扱いするんだったら、やっぱ男性のも作るべきだみたいな、実際に、そういう論議が巻き起こってるみたいな。うん。のもあって、うん、でもフィリピン系の顔立ちの私としましては、やっぱそうだと思うんですが。なるほどね、フィリピンつながりでね。フィリピンつながりでね。うん、でも男性専用車両を作っても、うん、男性が乗るか。あ、乗らない。そこ結構大きいと思うんだよね。やっぱ女性が、ね、よし、やっぱそこ乗るよって、遺産で乗る人がどれだけいるのかっていう、ね。やっぱ男性じゃなくて女性がいなくて乗りたくない。まあ、女性がいるとかいないとかじゃなくて別に、乗る、そこにあえて乗る必要性があんまり感じないでしょ。だって男だけむさ苦しいじゃないですか。で、痴漢もされないしさ。だってほんの猛法な人から痴漢されるかもしれないもん。逆に危ないみたいな。そう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 。じゃあいらないね。いや、でもだったら女性選手でもやっぱいらないんですよ。あ、そう。平等に行きましょう、平等に。女性あれで痴漢されちゃうんだもん。本当にされんですか。よく聞くんですけど。あとは男の、よく言うけど、あとほら、冤罪を防ぐって意味もあるから。あー、触ったでしょっていう、うん、触ってないのにね、うん、野川君触ったって言うと嫌でしょ。だって言われません。それで人生台無しにしちゃったら言われませんもん。あんた仮に触ってなかったとしても触ってるような顔してんのよとか言って。でも結局そういうとこから行くんですよね、あれね。冤罪ってね、あれね、冤罪ってそういうもんだから。僕はやっていないって映画のような感じですよね。映画なっちゃうでしょ。うん、うん、だから怖いじゃない。そんな、だったらもうそんなこと言うんだったら全員ケツガードと乳ガードをつけて、うん、女性を乗るべきなんですよ。すごいこと言いますね。なんかね、こう金属でね、うん、カチャンカチャンっていう感じでね、カチャンカチャンって、そう、うん、金ブラして、金パン履いて、うんうんうん、カチャン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 、サイボーグになっちゃった。そう。なるべきなんですよ。まあ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 。じゃないですか別に。でもなんかね、うん、このそもそも女性専用車両だけじゃなくても、その女性を優遇しろみたいな、あれじゃないですか。レジファーストとかね。はい。大嫌いなんです、僕は。ないの。おお。うん。まあね。一緒でしょうって男も女も。あんまり日本はそういう意味だと、あんまないでしょ。でも、ほら、だいたい20代前半とか、10代後半ぐらいの、この、要は男が言い寄ってくる年代の女は、ちょっと勘違いしちゃって、はい、この人レディファーストじゃないとか言うじゃないですか。で25超えてから誰もチヤホヤしてこれなくなって、あ、私が間違ってたって気づくじゃないですか。頭かいて、頭かいて、私が間違ってた、あ、ごめんなさいみたいな。そう、そうですよ。基本女性っていうのはお姫様扱いされたいもんですから、ね。まあ外人の男性は上手だからさ、そういうのさ。あれ結局でもやりたいだけでしょ、あんなの。だから外人の男性の方がやりたいだけでしょ、やりたいだけでしょ、モテるんだから。よく分かってんです。絶対やりたいだけですから、あんな大外人の男性なんてね。まあね、まあ理由は何であれさ、日本人の男は違うよ、うん、武士道精神あるからね。武士道精神、うん、お、俺にかかってこいって勢いでいつも言いますからね。あ、そう、それじゃモテないじゃん。俺がお前を守ってやるから、俺はお前を触るみたいな。触る。まあこういう人がね、女性専用車両やめろとか言うんですよ。いいオチがつきましたね。はい、というわけでございまして、今回は女性専用車両のお話でございました。